でですね、まず、ここから受験本番までです。で、一番頑張らなきゃいけないのは何か。で、これは、じゃ国語なのか数学なのか英語なのかって、その科目の話じゃなくって、実は。頑張らなきゃいけないのは、もう体調管理です。なんだ、そんなことかと思う方いるかもしれませんが、これは譲れない。絶対これが一番大事です、体調管理で。まあその続き2番3番で書かせてください。何が基本かっていうと、まあこれはもう先生とかさ、あの親御さんにも言われるだろうけど、手洗いうがいです。これも基本です。で、なんか物によってはうがいとかあんま意味ないよみたいな、風邪の予防にねとか言われたりするんですけど、別にうがいをしてデメリットはないと思うんですよ。だから基本的に重要である、必ずね手洗いうがいは欠かさずやるんですが、まあ、この辺はね基本的なところから大事にしてください。ではもう一個だけ書きます。で、あるものある時間を削るのはタブーと書きました。まあ、前に動画にもしましたけど、まずここまで1番から4番までがセットね。睡眠時間を削るのは絶対にタブーです。はあ、今何時？3時か。眠い。もう、でもやることいっぱいあるんだよな、ほんとに。寝てる場合じゃねえんだよ、頑張れ、俺も。こんな風にね、なってしまってる方いると思うんですよ。まあ、やることが多かったり、志望校までね、偏差値とか、特定のラインが届いてない人とか、やっぱいっぱいいっぱいになっちゃうんで、なりやすいんですけど、でも睡眠時間はね、削っちゃダメ。で、睡眠時間はね、その寝てる場暇なんてないって思うかもしんないけど、睡眠時間を削ってしまう方が勉強効率下がるんだよね。記憶力落ちるから。で、集中力も落ちるから。で、しかも体調崩しやすくなるの。だからもう、いいこと何もないんで、睡眠時間は削らないでください。で、なんで体調管理がそんな大事かっていうと、そのね、まあ、風邪をひいてる期間、特にこの時期はインフルエンザがね、流行ってしまうので、インフルとかかかっちゃうと、その期間勉強できないんだよね。絶対的に勉強量が減ってしまうって、もちろんそれもあるんだけど、もっとそのデメリットとして出てくるのは、メンタルがやられるの。その風邪がひいてる時に周りが勉強してるのに自分が何もできないからね。そのメンタルダメージはすごい影響が出る。で、風邪が治った時に体は治るんだよ。それでもちろんね、完治するんだけど、心は治らないから。メンタル戻らないからすぐに。その影響がでかいんで、そうなっちゃうぐらいだったら体調管理をきっちりね、守るようにしてください。で、次勉強の話いきましょう。短期間で得点が伸びやすいのはホニャララとホニャララ、これ科目です。で、まあ、今回は中3の特別特区で行ってるので、まあ、中学校の範囲国数 A、D、社で行った時に個人的に思うことですよ。これはいろいろね、その子その子であるんですけど、一般的に思うのはやっぱり理科社会です。この2科に、ごめん、ずれちゃった。この2科に関しては、短期間でも伸ばすことは伸ばしやすいとは思います。ただし、まあ、大事なことなんで言葉にしました。楽ではないです。楽に伸びるんじゃないんです。伸びやすいだけです。特に、理科の方をちょっと簡単に、追加で喋らせてもらうと、これは実験をとにかく抑えましょう、理科は。中学校範囲って実は実験の数そんなに多くないです。なのに実験でめちゃくちゃ出るんだよ、受験で。で、しかも、みんなが学校でやったとか、ワークで勉強した実験がそのまま出てくるから、ちゃんと。なぜかって、実験ってひねれないんで、問題を。だって、物質変えちゃったら結果変わっちゃうんだから。ちゃんとみんなが知ってる物質でやって実験して、結果も知ってる結果が出てくるから。だから、実験を中心で抑えるといいです。で、次、過去問をやるときは、ホニャララパーセントのホニャララストレスをかけてやろうということで、これ、まずパーセントいきましょう。80% の何ストレスかっていうと、時間ストレスです。まあ、時間ストレスなんていう言葉、今日初めて使いましたけど、問題でね。で、これ何かっていうと、もしね、試験時間が50分、本番のね、試験時間が50分だったら、それの 80% の時間で過去問はやってください。つまり、50分の試験だったら40分に減らすの。いいから、書いておきましょうか。50分だったら過去問やるときは40分です。で、は90分テストだったら、18分減らすので、まあ、72分か。大体ね。まあ、これは70分とかで、まあ、しちゃってください。で、これはなぜかっていうと、本番は練習の時より絶対時間が多くかかります。これは、その緊張感、そして右が切れて言いました。緊張感とかが、
その本番にならないと当然分かりませんよね。で、普段通りのモチベーションというか気持ちで望める方の方は少ないです。特に高校受験なかなか難しい、人生初受験の方も多いからね。なので当日余計に時間かかるから、かかるのが分かってるから、練習の時に負荷をかけるんです。時間のストレスをかける。そのために時間を減らしてやってください。で、次、受験当日の持ち物チェックです。まあ受けるね、場所によって違うと思うんですが、例えばコンパス、数学だったらね、コンパスと定規が必要なとこと必要じゃないとこがあったりするので、まあ、そういったこともあるんですけど、その持ち物チェック、おそらく学校とか塾で配られたり受験票に書いてあったりすると思うんですけど、持ち物のチェックは、7日前から、つまり1週間前ですね、から必ずチェックします。つまり、持ち物これが必要だよって分かってたら、7日前、試験の7日前にもう準備するんです。明日入試だという気持ちでね、7日後じゃないよ、明日入試だと思ってきっちりチェックします。で、それを6日前、次の日になった時もまたチェックするんです。で、その次の日もチェックします。何が意味があるんだと思うかもしれないんですけど、これはですね、例えば前日に持ち物を用意するとしますよね。そうするとどんなことが起こるか、受験票を入れたっしょ、で、筆箱を入れて、筆箱なんかチェックしたし、定規入ってたもんね。コンパスあれ、待って、待って、コンパスこの前壊れたんだ。やばくない、ちょっと待って、達也が同じ高校受けるから、達也に、いや持ってねえ、それ2個持ってねえよな。どうする、お母さんコンパス持ってない。こんなことがね、いろんなところで起きる。これほんとよくやらかすからね。ね、もちろんそれでコンパスが見つかればどうってことないと思うと思うんですけど、これ何がまずいかっていうと、さっきのメンタルのね、話にちょっとつながるんですが、これ体調管理と一緒にメンタルの管理も非常に必要なの。試験当日、まあ試験始めって言われて問題集めくるじゃないですか。その瞬間に気持ちが落ち着いたテンションで問題に入れるかどうかって非常に大事なんですね。で、よくその前日からコンパス内事件が起こったりして、ちょっと浮き足立ってしまうと、その流れで当日の朝を迎えて、その流れで会場入りして、その流れで問題が始まるんだよ、試験が始まってしまう。そうなってほしくないので、きっちり7日前から準備します。で、あとそのシミュレーションがね、忘れずにって書いたんですが、これね、ぜひやってほしいんですけど、これ7日前からじゃなくて普段からもやってほしいんですが、みんなね、その問題を用意するじゃん、持ち物チェックで準備して、で、それを持って朝の何時に、何時の電車かバスか分かんないけど乗って行きます。あの駅で降りて、こうやって歩いてって、で、知ってる場所だと思うんで、高校だったらね、歩いてって、で、ここの正門くぐって、で、まあ、教室とかわからないと思うんで、教室、ここ、あの辺かなって、こういう感じのところに入って、席に座って、で、待ってるんだろう、何分くらい待って、で、試験が始まって、解いてみて、って、で、解いてる間も、ここでこうなってどうしようとか、ここでテンパるのかなとか、ここがどうなったらどうしようとかってシミュレーションするの。まあ、妄想です、妄想。で、これは非常に大事だと思ってます。まあ、ね、危機回避ができるの、これやっとくと。どういうことかっていうとね、特にそのさっき言ったように高校受験が人生初受験の方が多いんですよ。そうなってしまうと、その例えば試験受けた時に、じゃあ大問1、まあ、大問5個あってさ、50分テストだったら、まあ、10分間隔でやっていくじゃんか。もちろん大問1はもっと時間削ると思うんだよね、後ろで難しい問題出てくるからさ。で、大問1を本当は6分でやろうとシミュレーションしてるとします、もともとね。でも当日テンパってしまったりとか緊張してしまったりとかで、じゃあ12分かかったらどうする、みんな6分で解くって練習をしてたのに12分かかってしまったの。テンパるよ、きっと。当日何も考えてなかったら、やべってなって。で、やべって考えて、あたふたしてたら1分2分過ぎるんだよ。どんどん時間なくなってくからね。だったら、そのシミュレーションしてね、妄想してシミュレーションした時に、あ、12分が経ったらどうしようって。そしたらそこで考えられるじゃん。頭の中で。今予習してるだけだから、妄想で。だからその時に、じゃあ12分で時間使っちゃったら、ここでこういう風に問題削るとか、こういう作戦でやるのもいいなとか、いろんなパターン考えられるよね。そうしておくと、危機回避ができます。もちろんそれが当日、そうなった瞬間に頭に浮かぶかどうかはわからないけど、やっといて損はない。で、面接ですね。これまあ、面接使わない方はちょっと申し訳ないんですけど、中学校の範囲、高校受験で受ける話だったら、何を話すかよりも、これちょっと非常に大事、変化して。
何を話すかっていうとこよりも青にしとこう。こっちの方がよっぽど大事。どう伝えるか。あなたが中学校3年間で一番努力したことを教えてください。はい、僕は部活を、サッカー部をやっていたんですが、そこで県大会に行くことができて、で県大会でも準優勝することができました。でこれは、今までの歴代の中でも一番の記録だったので、それを頑張れてきたと思います。あなたが中学校3年間で一番努力したことを教えてください。はい、僕は中学校3年間で部活を一番頑張ってきたと思っています。サッカー部に所属していたんですが、県大会で準優勝することができました。優勝することはできなかったんですけども、先輩のベスト8という最高記録を超えることができたので、そこは一生懸命頑張ってきたことだと思っております。はい、ということでね、2種類見てもらいました。後半もね、そんなうまくは喋ってないんですけど、まあ印象は違うと思いますけど、話してる内容は一緒なんですよ、ほとんどね。でも印象が違うと、なぜかっていうと、まず1個目は相手の目を見てないんです。伝えるとき、これは必ず相手の目を見ましょう。苦手だと思います。自分も苦手です。苦手ですけど、試験の時苦手なんて言ってらんないんです。で、もし苦手、目を見るのが苦手だったら、そのね、ここで、こめかみちゃんに、ここですね、ここ見るといいです。ここ見ると見てるように見えるので、この辺を見る癖をつけるといいです。で、目で訴えるの。目っていうのは、まあ、口で何か喋るのと同様に相手に伝わります。この高校に入りたいんです、ここで頑張りたいんですって目で訴える。これ大事なこと。目力じゃないですけど、それは必ず意識してください。で、もう一個、まあ、こっちに関係するんですが、ハキハキ喋ってください。今一つ目の方、かなりカメラを近づけて喋ってるので、まあ、ゴモゴモ喋りましたけど、多分聞こえました。まあ、動画で聞こえないのもまずいなと思って聞こえるように喋りましたけど、あの声量で話したら聞こえないです、試験会場。試験監督とその自分の距離って結構距離が空いてます。集団面接だと余計に空きます。だから聞こえない。なので、練習の時にあるものをチェックしてほしい。これが何かっていうと、声の大きさです。これは先生に必ずチェックしてもらいましょう。声の大きさ。さっきのその時間、ストレスのやつありましたよね。本番の方が時間かかりますよって話と一緒で、普段の練習の声の大きさ出せないよ、きっと。試験本番の時。この時に 100% ここまでって決めてたら、そのまま 80% とか 70% とか、配達と 50% ぐらいしか出ない声。自分が思ってるより声出ないから。で、今みんなスマホ持ってると思うんで、もしあれだったら、撮ってごらん。自分がこのぐらいの声で喋ってるよなーって思った声量で撮ってみるといい。試験だと思って。そうすると思ったより出てないから、聞こえないから声って。なのでそれをチェックする。で、まあ、他のね、過去問とか勉強もそうなんだけど、練習きっちりやりましょう。面接、例えば学校の先生とか嫌な先生とか当たるとね、嫌だと思うんだけど、嫌な先生に当たったらラッキーだから、逆に仲いい先生に当たった方が良くないと思ってる、面接練習に関してはね。で、練習の時にしっかりできなかったら本番絶対できないからね。練習以上のものは本番に発揮できないの。だから面接練習も必ずきっちりやるようにしてください。で、ちょっと長くなっちゃったけどね、最後行きましょう。ほにゃららを大切にする。今回一番ね、伝えたかったメッセージです。この時期っていうのは、とにかくもうね、いっぱいいっぱいになりがち。あれもやんなきゃ、これもやんなきゃってなります。で、いろんなことに、いろんな科目に目を向けていくと、できないことが目につきます。自分はあれもできない、これも解けないとか、ね、これも覚えらんないとか、いろんなできないことに目が行くんだけど、ぜひ、勉強していって、できるようになったものを大切にしてください。目を向けるのはこっちです、今この時期。あれもできない、これもできないじゃないの。それをできるようにしてって勉強してるんでしょ、みんなは。だから、これができるようになったって、それを大事にする。で、これを大事にする、大切にするっていうのは、いつもね、勉強っていうのは新しいことを覚えるっていうことと、覚えたことを忘れないがセットで勉強なの。この忘れないって方を大事にしな。いっぱい勉強したのに、昨日、一昨日やったことができるようになってないって、これメンタルやられるからね。先に進める量が少なくなっても構わない。とにかく勉強したことを頭に残す。できるようにする。残すっていう。そこを大事にしてやっていきましょう。
まあそれぞれね、受験生みんなそれぞれ本番の時期は違うと思います。もう今月本番だったり2月3月が本番だったりすると思うんですけど、みんなね、まあもちろん全員合格っていうその綺麗事がね叶うとは思ってないです。受験だもん、戦いだもん、そこは落ちてしまう、志望校に受からない方も出てくるとは思ってますけど、一人でも多くの方が桜が咲くことを願ってますので、残り受験までぜひね頑張っていきましょう。